Listen to Me プレゼンテッドバイキャンパス。Listen to Me の11回目のエピソードになります。ここ何回かね、あの語るという話ですね、しゃべる、語るっていう文化について、いろいろオンデマンドのことやらライブのことやらね、 あるいは文字,入文字入力との関係で音声入力の話とかしてきたんですがちょっと今度はですねちょっとしばらく文字文字を書くね書く文化ですね文章を書く文字を書くまあいろんな書き方あるんですけどちょっと今度はね書く文化語る文化じゃなくて書く文化についてちょっとこだわってみようかなとこれから何回かね思ってるんです。 皆さん最近書いてますか手書きもうめっきり手書きをしなくなったと思うんですが昔は私の小さい頃はお習字習ってますってお習字ね今はあるんですかねお習字字を書く著者、えー、字を書く文化っていうのは今後どうなっていくんだろうっていうで私も手書きはもうメモ程度しかしなくなりましたね手書きはね もうメ,モメモ以外の手書きはしないですね。だから文章を書かないですね、えー、単語しか書かないせいぜい2つか3つぐらいのつながった単語とか熟語ぐらいしか書かないですよねだからちゃんと句点が入ってとあ当点が入って句点が入って丸まで打つ。そういう文章自体をもう手書きでは一切書かなくなっている。 で文章を書くときはどうするかというとまあ私の場合は大体長い文章を書くときはパソコンノートパソコンのキーボードに向かうわけですでここでキーボード入力というだからもう書く時代じゃなくて打つ時代になってるわけですよねでこのキーボード文化がいつ始まったかというとまあタイプライターですよね一番早かったのはアメリカでタイプライターで日本語入力ってのはできなかったんですよね昔ね えー、今でもキーボードはパソコンのキーボードはアルファベット表記じゃないですかで50音入力する人もいますけどねでその昔オアシス変換なんてワープロもありましたけれども結局落ち着いたのはローマ人入力ですねやっぱりそれが一番、えー、効率的なのかな、えーね、50音入力してる人はほとんどいないと思うんですけどローマ人入力の、まあ、いわゆるタイプライター型のキーボード これが今標準になってるんですが実はパソコンのキーボードはそれこそタイピングソフトとかあってねキーボードを打つ練習とかしたと思うんですが今はフリック入力のタイピングソフトがある <laughs> 練習ソフトがあるみたいですね知りませんでしたけども今は主流はフリック入力これが一番多いんじゃないですかねスマホで こうやって何回も例えば「あ」のところ「あいうえお」って年寄りはそうやってやるんですけど若い人はもう,こう上下左右に動かすことでフリック入力をしていくとでそうすると予測が出るのでねワードの予測が出るので,でその予測されたワードを選んでいくというこれがもう文字入力の今主流ですよねでちょっと調べてみると スマホの入力あるいは、えー、タブレットの入力としてはフリック入力がまあメインなんですけれども全部で5つぐらいあるのかな手書き入力もありますよね、えー、タブレットやスマホに手書き入力もできるんですそれからまあ私なんかよく使うのはフルキー入力ですねフルキー要するにパソコンのキーボードと同じようなものがフルキーでね何種類かこう 切り替えれれてそれを使う、まあ、特にアルファベットとか数字入れるときはフルキーでやる場合が多いですよね。それから、トグル入力,入力って言い方あるんですね。トグル。トグル入力ってのはこれ年寄りがやる。あのところを5回たたくと「オが出るっていうね。えー、かのところを2回たたくと「キが出るっていうね。叩いてる人は大体あのフリック入力ができない人ね、えー、なんですけど。で まあ、一番、ね、主流で使いやすいのがどうもフリック入力だからもう打つ文化じゃないんですよねなぞる文化なぞ,なぞってなぞって選ぶ入力になってると、えー、書く文字は書く時代から打つ時代そしてなぞる時代になったというねであと結構多くの人が使い始めてるのが音声入力ですよね ただ音声入力がなかなかメインになりきらないかったのはやっぱり修正が必要だと。結局音声で入力して間違いがあった時に音声で直すって一番大変なので結局またそこでキーボードなりフリックなりねそういう入力の仕方が必要になってくるということになってるんですがこれがでも音声でも修正できるとかね えここ字間違ってるから直してってったら直るとかねいうふうになったらもう完全に音声入力が主流になって書く手書きの文化からキーボード文化そしてえフリック入力がもう終わってですねえ音声入力一本にやっぱなってくんじゃないかといずれねえそんな気がするわけです。そうすると文字を 書くとか打つとかなぞって入力するってこと自体がなくなっちゃってもう語れば文字になるっていうふうになってくるわけですよね多分5年後10年後にはそうなってくんですけどそれってどういうことが結局起きてんだろうってまた余計なことを考えるわけですこれは結局文字入力のインターフェースがね、えー まあ特にパソコンですね。えー、の進化によって、ワープロパソコンの進化によって、インターフェースが変化してきた。そしてスマホ時代に入って、さらに変化したということなんですが、やっぱり一番画期的だったのはアップルですよね。アップルコンピューターが出たと、えー、キーボード、タイプライターみたいなキーボードにテレビくっつけたっていうところからね、始まったわけですけど、あれがやっぱり一つ画期。で、さらにやっぱ iPhone。 ですよねこれがやっぱりそういうなんつったらいいのかなそういうパソコンとか iPhone というものが出てきたことでインターフェースが変化してったということだと思うんですよね。で iPhone の次何か来るのかっていうとやっぱりしばらく iPhone じゃないですかこれは情報端末としてはね 漫画も読めるし、新聞も読めるし、ラジオも聞けるし、ポドキャストも聞けるし、テレビも見れるし、ね、文字も打てるし、表も作るし、スマホでできないことって何かありますかね。もうスマホ一番一台あればほぼ何でもできるというね。まあそんな時代になっちゃったわけですよね。で、文字入力ですけど、結局音声入力が。 まあフリックから音声にどう切り替わっていくのかっていうところにまあ私自身はちょっと今興味がありますね。で問題は文字を書かなくなった我々は例えばね昔の人はとても字が上手だったんですよ。達筆って言葉はあったわけ。で達筆って言葉はもう死語ですよね。達筆である必要はないと。で大体今もう年配の人も含めて字は下手くそ。 ね、もう読めない字を平気で書くと色紙とかに書くけど下手くそな字書いてねもうね字,の字,をう、ま、字がうまい必要がなくなっちゃったと、ね、これはだってパソコンが打ってくれるわけですからキーボードが打ってくれるわけですから字を書く必要がなくなっちゃっただから字のうまい人がどんどん減っていったのはもう過去のこと。 で、達筆って言葉もなくなり習字とか著者も趣味以外ではあまりやらなくなりでむしろタイピングの速度を競ったりとかねいうのも出てきたり検定とかでねしたわけですよねで文字を書かなくなった人類はどうなるのかでやっぱり一番気になるのは もう字幕の漢字の間違いが多すぎる。でこれはもう書かなくなったら必然ですよね。だからある人はこういうふうに言うんですよね。もう漢字はなくなると日本語から。日本語から漢字はなくなって全部ひらがなになるっていうね。でこれはある意味ありうるんですけどただなりきらないのはひらがなだけだと意味が取れなくなるっていう。ね。ひらがなは表音文字で表意文字が漢字ですので。 だからどうやって意味を表すかっていうところがねちょっと難しいわけですよね。この辺どうすんのか。えー、まあどっちにしても文字文化っていうのがどん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 、まあ、廃れていっちゃうだろうなと。だけど書くことを忘れるとやっぱり人類はやばいと。ね。えー、退化していくと。 滅びののの道に入るいうは私の時節でえちょっと次回から書くことの効用というかね書くことの意味というかねえそれをちょっと考えていきたいと思ってるんですね。文字を書くとは根源的にどんな意味があるのか音声入力の時代に入って何を失っていくのかってね まあそんなどうでもいい話をこのリスンという意味ではこの後ちょっと書くというね語る文化じゃなくて書く文化についてちょっと考察を深めたいと思っています。